皆様ごきげんよう。ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、今まで飼ったことがある動物は金魚、タニシ、アリの3つです。鶴田です。よろしくお願いします。今回は5月に出されましたエクスナレッジ社の猫の看取りガイドを紹介いたします。この本を担当されました石川さんにお話を伺いたいと思います。石川さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速なんですが、この本はどういう経緯でどういった人に向けて出された本なんでしょうか。はい、ですね、これはエクスナレッジの、猫好きの、編集者さん、社長さん、はい、からのお声掛けで始まったんですけれども、ちょっと今までありそうでなかったんですよね。猫飼ってらっしゃる方がたくさんいて、猫の飼い方の本はあるんですけれども、こう最後を見取る本っていうのがなかったので、うん、はい、ぜひ出してみようという話があって、お話をいただきました。はい、確かにデリケートなテーマの本なので、なかなか読み出てないというのはあったかもしれないですね。斬新だったと思います。斬新ですよね、はい、企画として。はい、それではこの本を制作されていて、苦労したところはどこですか？はい、ですね、一つは、これたくさんのイラストが載ってます。とても可愛いんですよ。はい、300点近いイラストを、書かなければいかなかったということと、あとそのイラストもですね、なんて言うんでしょうね、憎めない猫、憎たらしい発言もするんですけど、はい、見てて、なんだろう、可愛げがありつつ、っていう、なんか微妙なさじ加減、あとはシリアスな内容なので、あんまり重たい感じにならないようなデザインだったり、イラストのテイストを心がけた。ですね、なんかその辺のこう調整がちょっと気を使ったところというか、難しかったところかなと思います。はい、そうですね、至って真面目なテーマだけに、話題と不謹慎の引き加減が難しかったそうですね。はい、その通りです。はい、それでは最後に読者の方へのメッセージを一言お願いいたします。はい、本当に猫を飼われている方はいっぱいいると思いますし、残念ながら猫もやっぱりいつかはこう亡くなってしまいますので、そういった方たち全員に向けて、読んでいただきたいと思います。あと、この監修の先生がですね、服部由紀先生って言うんですけど、はい、東京猫異常センター、はい、の先生なんですね。で、猫専門の病院でして、講演とかセミナーも数多くなされている先生なので、この本に興味を持った方はぜひホームページで検索していただいて、そういったセミナーに参加していただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。本もライブも一緒にこう楽しめるって言ったらなんか、なんとも言えない語弊もあるんですけど、はい、役立てるんじゃないかなというふうに思いました。はい、石川さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではこちらのエクスナレッジを出されました猫の看取りガイドは、全国の書店、Amazon にてお買い求めになれます。ぜひ買って読んでみてください。以上でナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。